東京都選挙区 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送です。お話は実業家堀江貴文さんと NHK と裁判してる党弁護士法72条違反で党首立花隆さんです。はい、 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反でという名の国政政党党首立花隆と堀江貴文です。2人で NHK をぶっ壊すということで、堀さん今日ありがとうございます。これね、一回やってみたかったんですよ、政見放送で。YouTube で、はい、堀江さんがこれをやったことが僕が見てる限りないんですよ。ないですね。だからないでしょ。だからまさか今日、これなんか政見放送に来るとやりたくなりますね。なんかよかった、モチベーションが湧きますね。いや、ということで僕は行ってらっしゃいよ。いや、行ってらっしゃいよ、行ってらっしゃいよね、はい、僕はやってるんですけど、はい、まあ視聴者の皆さんとか有権者の皆さんはね、うん、ここでどうして堀江さんが、まあ、堀江門が NHK 党の選挙応援してるのかっていう、ね、そうそう、僕も最初紹介された時に、あの上杉隆さんにね、あ、はいはい、あの紹介されたの上杉隆さんですからね、はい、ゴルフ場で紹介されたんですけど、はい、大丈夫かな、この人大丈夫かなと思ってたら、意外に面白い人で、あのちゃんとやっぱり NHK の中にいたんだなっていう、海老沢さんの懐が刀みたいなやったんですよね、はいはい、あのそうですよ、海老ジョンイルさんのね、そうです、そうです、なんか懐かしの、はい、いや、なのでちゃんと中のこと全部知ってるから、あ、ちゃんとそういう理論立てて NHK をぶっ壊すをやって、はい、その先の構想がちゃんとあるんだっていうのを僕は知って、結構お、なるほど、なんかちょベンチャー企業っぽいなと思った。僕ほらベンチャー企業の経営者で0を1にするみたいなことやってたんで、はいはい、要は国政政党で0から1の議席を作り出したってこんなやり方でできんだっていうのと、僕はなんか昔からあのミニ政党みたいないっぱいあったじゃないですか。そうですね、はい、なんでこの人たちはミニ政党やってんだろうなってちょっと不思議だったんですよ、うん、でもあの国民新党のさ、亀井静香さんとか僕のライバルだった、はい、戦いましたね、はい、いや、なんで亀井さんって国民新党やってんだろうなと思ったし、でも5人集めたでしょ、はい、5人集めて国政政党で僕の選挙出たじゃないですか、うん、すごい保険のかけ方してんなと思って要は比例でも復活するようにちゃんとそうやって作ってたと、はい、だからそうやって政党を作って社会化、はい、要は何を立花さんがやろうとしてるかっていうと、要はベンチャー企業を0から1で作って1議席を取って、はい、でまたさらに1議席付加して、そうですね、はい、あ、こうやって政党助成金とかを使って政党を大きくしていくんだってことをちゃんとやってるなっていう、要はなんか成功法でやっぱり小さい勢力ってのは勝てないわけですよ。そうですね、例えば今回新型コロナウイルス問題に関しても、うん、飲食店とかね、うん、周りのサプライヤーさんとかはもう大打撃を受けて、そうですね、いっぱい廃業してる、もう悲惨な人たちがいっぱいいるわけですよ、はい、失業してる人たちは多いし、うん、学生の皆さんはね、意気揚々と例えば上京してきた子も、うん、もう2年ぐらい友達に会えてないとか、うん、もう悲惨なわけ、うん、でもそんな声を上げても、うん、もうなんか政府は専門家の言うことを聞いてロックダウンだ、うん、ロックダウンしかない、感染者数が爆発するとか、はい、まあ、まあ今考えてみたら科学的根拠全部嘘だったじゃないですか。なんでこんな感染者が減ったかって誰も説明できてないですか、ね、誰も、いや、だから感染しやすい人がしちゃってもう終わりましたって話なんだろうけど、そういうことに対して声を上げる術がないというか、うん、政府を動かさないと結局この状況ね、特に弱者がそうやって虐げられてる状況って、僕も忸怩たる思いで僕も意見を発信してきて何も届かない。だからやっぱそれは政治を変えていかなきゃいけないんだけど、そういうことをやってる人たちがほぼいなくて、はい、ほとんどみんな政府の言うこともまあ仕方がないかみたいな感じで静観して動いてないってことに関して僕はすごい憤りを覚えていて、それを変えてくれる可能性がある、しかもそれを現実的にちゃんと党として、でありとあらゆることをやって、まあ、今も諸派党構想とかやられてますけども、ね、はい、いろんな人たちのちっちゃな意見を集めて、はい、NHK 党という一つの国政政党って箱を使って皆さんの意見をちゃんと伝えるっていうことをやってるとか、でそれがたまにトリッキーなことやりすぎて政見放送とかいろんなところで色物扱いされてましたけど、僕も最初会った時は色物だと思ってましたが、最初だって僕の話聞かずにほとんど携帯触ってましたよ。いや、それはいつもそうです。いや、最初の 1,2 分はね、はい、でもそうじゃなかったっていうことが、僕がここ伝えたいことは色物じゃねえよって話です。でもう党首討論とか聞くとその辺も多分分かってもらえると思うんで、そうですね、もう完全に真面目路線にチェンジしているので、うん、てかもう全然もう NHK 問題やるのは当然の上で、うん、この先の日本っていうのがやっぱりこのコロナで非常にこう政治の弱さっていうんですかね、一昨日田原総理長さんとちょっと話を僕もしたんですけど、はいはい、やっぱりリーダーが弱いというか、うん、そうリーダーシップを発揮するのが政治なのに、うん、そういう人がやっぱりいない。だからリーダーシップを発揮してリスクを取って、そうです、そうです、そう
だから次の選挙も受かんなくてもいいと思って行動する人たちがいないってことですね。だからそういったリーダーをちゃんと集めてるんだなっていうのと、俺はもっと、うん、もっと僕はびっくりしたのは立花さん、要は僕みたいに短期的に成果を求めようとせず10年15年20年かかってもやるというふうに言われてるところがすごいなと思ったんですよ。そうですね、僕はもうずっとそうです。だから僕はもう2005年に NHK 辞めたんですけど、うん、その2005年の時から16年前から、うん、いずれ堀江さんと仕事するっていうのは当時の同僚みんな聞いてるんです。でしかもそこから選挙出てるわけでしょ。そうです。だから船橋市議会議員でしたっけ、はい、そうです。船橋市議会議員、そこから国政政党の参議院議員まで行ったわけですよ、はい、でそこをしかも参議院から攻めてるってところも現実的なんです。だから現実的に要は今少数派とされてる人たちの声をちゃんと聞いて、みんな多分すごい変わらないよね、政治変わらないよねって諦め定感で選挙に行こうとかって言ってなんか頑張るんだけど、結局みんなでも本音では変わらねえよと思ってるから選挙行かないっていうような状況を現実的にベンチャー企業的な選挙をハックして変えていくっていうことをちゃんとやってる政党は多分 NHK 党だけだと思うんで、僕はそこの部分においてね、そこの部分において応援します。ありがとうございます。いやもう僕はいずれ堀江さんに総理大臣になってほしいと思うのがずっとあって、ただいつもね堀江さん今回も立候補されてないんですけど、ちょっと政治家になるのが面倒くさいとよくおっしゃるじゃないですか、はい、この理由はどういうことなんですか。例えば給料が減るとか、うん、プライベートの時間、何が、僕の場合は宇宙開発だったりとか、はい、食で世界を変えるとか、はい、そういうなんか世界目線でやりたいなと思っていて、それがまあなんか起業家の方がやりやすいなっていうふうに思ってる、うん、でも日本の問題に関しても気にはなってる、うん、だけれども僕の人生もう一回きりなので、うん、そっちのグローバルの方に僕は振ってますと、うん、ただまあ僕ができる範囲で政治家にならずとも、うん、お手伝いできるところをお手伝いしていこうかなと。そういえば今回堀江さんの秘書が立候補してるんですけど、はい、まあ、彼が当選したらなんか堀江さんがその秘書の秘書になる。そうですね、まあ、公設秘書になるとちょっと面倒くさいんで、そうじゃなくてプライベート、今の堀江さんの部下が当選すると堀江さんが秘書をするっていう、はい、そうですそうですいやいや、ぜひとも堀江さんが秘書として使われてる姿ってみたいですよね。議員会館でね、はい、ちょっと出入りしてね、政治家の代わりにね、うちの斉藤の代わりにちょっと堀江さん秘書なのに堀江さんの方がさっき歩いてそうですよね。いや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 、そのためにはね、ぜひ2枚目の投票用紙、投票用紙に NHK 党と、そうです、1枚目は個人名なんで、うん、NHK 党の人っていうのは27選挙区しか出てないので、はいはい、全てが書けないんですが、全ての有権者の皆さんは2枚目の政党名を書くところに NHK 党と、まあ、長ったらしいんですけど NHK 党と略称で大丈夫ですので、うん、はい、いやそうすると僕はちょっと日本が変わるきっかけがここからあなたの一票で生まれるかもしれないというか、生まれる可能性が高いということで、絶対2枚目の投票用紙は NHK 党でお願いします。ということで選挙に行ってらっしゃい。東京都選挙区 NHK と裁判してる党弁護士法72条違反での政見放送でした。